おお、今回も悪くないか。いいですね。また先制リーチまで、うん、行けそうな見えますよ。ハイパイですね。ただもうそろそろ先制をしてもどれあってね。はい、あ、こそっちチートイ、リーチチートイ残にオッケーですよ。ただこれだとポンしていきたいかな。トイトイ52だともうどこでも OK ですよね。そうなんですよね。はい、ポンポンポンの裸短期だ、うん、ポポポポ裸短期、ポポポシャー短期、うんうん、確かに20日数層からだった。で今ね考えてるのは多分何切るかじゃなくて泣くかどうかだと思うんですよ、うん、数層とか、はい、Q1 とか泣くのっていう今間だったと思いますね、うん、パーマンを切ったということは泣く可能性がまあまあありそうです。どうでしょうか、分かりません。これは難しいとこです、うん。おお、うん、リーチまでは早そう、はい。まあ、あと泣き始めね。あ、来た来た来た、これ、これどうなっちゃうの、これ泣くの。いやだからさ、あの泣きやすいのが多いでしょ、はい、多いね。だから泣きたくなるんですけどね、うん、どうなんでしょうね、はい、分かんない。でもリーチ言っといてやったら、うん、まあまあね、いい町だったらみんな前来るからさ、うん、そうなんですよね。勝俣と2人で積もってるのもんだからさ。でもチートイもね、テンパイしないしないからね。そう、それ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 、スッとテンパればね、なんか勝ちだけど、うん、このまま5、6順ずっと反対はよくある。で、位相とか出たらどうするのか、うん、出ない。あのさ、だから数相とかがね、最初に出ると割とポンしやすいですよ、しやすいんですけどね。いや、ほんと分かんない、うん、パソといつトイトイだけの7等さんでもいいんですもんね、うん、そうですね。あ、出たよ、ポン。位相はポンか、泣きました、うん、うん、これね、泣きやすい牌が多いですからね、はい。まあ、簡単に言うと数相泣けなくても、うん、数相泣けなくてもいいけど、ね、別に最後初ロン 5-2 で勝ちですからね。そうなんですよ。こんな普通か、うん。8と8と9番、はい、そうですね。9番投げたよ、はい、9番が投げました。もう9番投げた、これでいいシャンテン。ちょっと初が1枚多いが持っています。多いが持ってましたね。多いはどうかな、手が進めばだけど、うん、いや、どうなん、絞るかな。難しいよ。でも多いも、ね、今出てるよ、うん、チューンは切るか、積もられてもダメだしね、はい、うん。まあ、なんなら勝又打ってもダメだしね。だからそうすると自分でも切らざるを得ないという考え方もできますよね。ありますよね、うん。最後の最後で結局白鳥が決めるのか、あ、初重ねたんじゃない。うわ、劇的、神様は劇的なことをするな、ね。だってこんなに広い山の中にさ、はい、なんでこんな綺麗 に山の中に、そう、大井が初を持ってくるようにできてんの、これやばくない、ね。白鳥持ってきたらもう天杯なのに、ね、これってもうだから初なくなっちゃうってことは、うん、数層もないの。あ、じゃあもう無理じゃん、うん、初重ねなきゃ、はい、うん、ねえ。でもペイもできたよ。あ、大井の積もがこっちに白鳥に来たら勝ちでしたね。で、ペイポンでしょ、うん、ペイポン、ペイポンだ。でも順からだ、うん。大井の数層大丈夫かな、これ将来。大井からの数層直撃は勝ちだ、うん、ね、はい、本当だ。ちょっとなくはない。いや、あるんじゃないですか、ね、この手格好。いや、全然あると思いますよ、うん、この手ですよね。え、めちゃめちゃあるんじゃないですか、それ。今泣こうとしてんの。何泣こうとしてんの。何が出たの。リャンピンかな。リャンピンです。違うか、なんだ、ウソか、ウソ、ウソチー。ウソを泣いたら、まあまあそうか、言わない。ちょっと待って、これ想像危なくないか。想像は危ないかもしれない。大丈夫か、これ。あ、これやっそう。あ、これは白鳥優勝だ。これは、いや、白鳥優勝だわ。まあ、でもそうか、こうなるのか。白鳥優勝だわ。やっぱね、カンリアンマンの方残しますよね、これね。そりゃそうですよ、うん。え、これ白鳥さん優勝だわ。いや、ウソ泣いたらそうだ、こうなるわ。あ、でもそれからさ、追いつく。ない、追いつかない。あ、ダメだ、数層だ。次数層だ。あ、ほぼほぼ数層だ。何がどうなっても数層だ。あ、終わった。あ、もうこれは決まりだ。数層きたー。白鳥上がりきりました。結局翔ちゃんの勝ち。いや、トップの大井から白鳥直撃。トイトイ2600は3200。いやー、なんだこれ、なんだこれ。オーラスに逆転がありました。優勝は白鳥翔、初めての決勝進出で初めてのファイナル進出を決めました。